こんにちは。朝6時半です。晴れているようですね。今朝の気温はマイナス2度くらいですね。寒いです。パンパスグラスほとんど揺れていません。ポテンティラキラキラ光っています。今朝も霜が降りたみたいですね。クリスマスローズの葉っぱもキラキラしています。冷え込んだようです。今朝は綺麗な月が出ています。この月はどうやらたちまち月だと思われます。今朝はクレーターも綺麗に撮れました。スズメが盛んに鳴いてましたね。まだ暗いのでピントがよく合っていませんが、スズメが集まってきました。明るくなってくるとピントが合いますね。スズメの数が減少傾向にあるということですが、我が家には50羽ぐらいのスズメが集まってきます。ハシボソガラスですね。今朝もつがいできていたと思います。地面に降りて、これはご飯の塊を加えて歩いています。霜がだいぶ強く降りましたね。シジュウカラも地面に降りています。なんか珍しい気がするんですが、普段も地面に降りてるんでしょうか。ハシボソガラス、お尻をフリフリ歩いてますね。ご飯を食べ終わったんでしょうか。ジョウビタキのチッチがやってきました。とっても見えにくいと思うんですが、画面の下の方ですね、物干し竿のところに、チッチが止まっています。しばらく距離を置いて同じところにいたんですが、時間をかけてだんだん近づいてきました。どうでしょうか。あ、まだそこにいますね。チッ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 って鳴いてるの聞こえるでしょうか。ヒヨドリがちょっとうるさいんですが、このチッチッチッという鳴き声がチッチという名前の由来なんですね。また鳴きました。ミルワームを食べて物干し竿に戻りましたね。もう一回食べるかな。どうでしょう。あ、食べたようですね。今日は絶好のドライブ日和です。ちょっとだけですけどもね、お出かけしました。高いところに道路があるので、とても見晴らしがいいです。中央から右側の方に見えるのが半田山ですね。これは阿武隈急行です。またまたチッチがやってきました。今度は明るいですね。電線に止まっていてもチッチはオレンジ色がよく目立ちます。今日はあまりピーピーと鳴いていませんでしたね。チッチッチッという声聞こえたと思います。実際はこんな感じですね。4時になりました。薄い雲が出ています。4時なのに12度以上ありますね。年末としてはとても暖かいと思います。雲も秋の雲のような感じですよね。薄い雲が出ています。とても綺麗な空なので何度も撮りました。チャイニーズホーリー、相変わらず赤い実をつけたままですね。だんだんお日様がオレンジ色になってきました。もうすぐ日没になるかと思います。まだ上の方は空が青いですね。飛行機が飛んでいます。家の中から見た夕方の吾妻湖富士、もうちょっと綺麗に撮れるかと思いましたが、なかなかうまくいきませんでした。丸尾です。ちょっとこの腰回りを見てください。急にげっそりしてしまいましたね。この感じは大丈夫だと思うんですが、ようやく食欲が出てきました。ご心配おかけしました。今日はこの辺で、バイバイにゃん。